が覚めるとなぜか泣いている。そういうことが時々ある。見ていたはずの夢はいつも思い出せない。ただずっと何かを、誰かを探している。ねえ、本当にこんな場所なの？まさか。だから滝の勘違いっすよ。違う、間違いない。この校庭、周りの山、この高校だってはっきり覚えてる。1200年周期で太陽を回るティアマト彗星が地球に最接近したのは3年前の10月。近地点でその核が砕けるのを誰も予想できなかった。割れた彗星の一部が隕石となって日本に落下。その日はちょうど秋祭りの日だったみたい。町の3分の1、500人以上が亡くなって、今は糸守には誰も住んでいないぞ。勅使河原とさやか。この子なの？絶対何かの間違いだよ。だってこの人3年前に亡くなってるのよ。つい2、3週間か前に彗星が見えるねってこいつは俺に言ったんです。だからあんた今、夢を見とるな。滝くん、覚えてない？糸をつなげることも結び、人をつなげることも結び、時間が流れることも結び。より集まって形を作って、ねじれて絡まって、時には戻って、またつながって、それが結び、それが時間。時間がずれてた。本当に時間が戻るんなら、もう一度だけ。ご神体にお供えするんやさ。それはあんたらの半分やからな。三葉の半分。運命だとか未来。俺が世界のどこにいても、俺が必ずもう一度会いに行くって。確かなことが一つだけある。私たちは会えば絶対すぐにわかる。私に入ってたのは君なんだって。君に入ってたのは私なんだ。世界を二人で一生や何生でも生き抜いて。初めましてなんてさ、遥か彼方へ問い合って、千年周期を片割れ時だ。一日で息しよう。